皆さん、こんばんは、こんにちは、おはようございます。ルートレス山崎です。はじめに皆さんに謝罪しなければいけないことがございます。昨日の動画でゴムの撮影データがないと申し上げましたが、私の勘違いで録画した SD カードとは別の SD カードを見てしまい、録画されていなかったと思い込んでしまいました。その間違いに今朝気づき、この動画を昨日の続きとして編集してお送りいたします。録画データをチェックしてみると、あの足におできができたシジュウカラさんが飛んできてバードケーキを食べているではありませんか。しっかりとケージに止まりバードケーキを食べてくれています。午前中はバードケーキに興味は示してくれたものの、食べてくれなかった。シジュウカラさんも食べています。やはり新しいタイプの餌を食べるまでは時間がかかるのですね。この子のために用意したと言ってもいいバードケーキをしっかりと食べている姿が確認できてほっとしました。病気を治すためには体力の維持が基本ですから、まずは食べることが大事。しっかり食べておくれよ。シジュウカラさんもバードケーキの美味しさに目覚めてしまったようです。シジュウカラさんが食べる一口よりも大きな塊で取って食べていますね。私が途中で食べているかバードケーキを見に行った時に、バードケーキについていたくちばしの跡はシジュウカラさんが食べた痕跡だったのかもしれません。バードフィーダーに泊まるときにおできができた足が痛そうです。足は痛いと思うけど頑張って食べるんだよ、頑張ってとしか言ってあげられなくてごめんね。このシジュウカラさんはバードケーキを味見はしたけれど口に合わなかったみたい。君はひまわりの種を食べてちょうだい。この時点では撮影データをチェックしていないので、誰がバードケーキを食べたのか確認できていませんが、いくつかのくちばしの跡があったのでバードケーキを食べていることは間違いないと判断し、バードケーキに栄養補助フードを混ぜてみました。緑色の小さい粒が栄養補助フードのグリーンフードです。お願いシジュウカラさん、グリーンフードも食べて、それには君に必要なビタミン A などのビタミン類やミネラル、病気を治すのに役立つ栄養も含まれているから、どうかお願いだから食べてちょうだい。ごめんなさいシジュウカラさん、病気のシジュウカラさんが食べてくれているとも知らずに、間抜けな私は一度バードケーキを引っ込め、バードケーキの硬さを調整しバードフィーダーに戻しました。この映像からは病気のシジュウカラさんがバードケーキと一緒にグリーンフードを食べているか確認できません。グリーンフードは本当に小さな粒なので一緒に食べてくれていれば良いのですが、確実に食べてもらうには小さな粒のグリーンフードを砕いて、さらに小さな粒、もしくは顆粒状にした方がいいのかもしれません。しばらくはこのグリーンフードを混ぜたバードケーキで慣れてもらってから、次の一手を試してみようと思います。まずは、病気のシジュウカラさんがしっかり食べて、体力を落とさないことが大事ですから。これが今日の10時30分を過ぎた頃の映像です。
逆光で少し見えづらいですが、病気のシジュウカラさんは今日もしっかりと食べてくれています。ありがとうシジュウカラさん。皆様には病気のシジュウカラさんのことでご心配をおかけしておりますが、これからも一緒に見守ってあげてください。最後までご覧いただきありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。